るね、ジャスティスターです。お願いします。はい、本日のゲーム、お題ミズにらめっこ。はい、ということで皆さん、僕たち、動画でよくやってるのがお題ミズに回答ってあるじゃないですか。はい、はい、あれは例えば、好きな子は何ですかっていう質問を見ないでチンゲンサイですみたいなことを言うわけですよ。そのなんかちょっとズレてたり噛み合った時の面白さを出してるんですけど、今回はそれを対決バージョンで1対1で対決形式でやりたいと思います。おートーナメントですね。1位が決まるってことだね。そうですね。対戦はよしき VS ヒルが1回戦、はい、2回戦目は俺 VS リュウシ、3回戦目なお翔太ということで、4回戦目がここの勝ちですね。でもそっちは勝った方が実質も決勝、だからスペシャルシードってことですね。そうだよ、お前ら実力があるから、そうそうそう、弾いてね。そうそうそう。一回ちょっと軽くよしくのワードセンス確認したいと思います。カツラの中からたこ焼き食べてる武井壮さん。ああ、レベル低いわ。ああ言ってるよ。そっち決勝だってこっちにいる。ビビった今。マジで。じゃあなおがちょっと聞きたい俺。なお一回ちょっとシードの実力も見せてあげね。軽くでいい。軽くで。軽くちょんでいいから。あ、本当に練習。ああ、軽く振ってホームランとか一番得意。じゃあいきますよ。はいはい。お弁当を開けたらカービィ。これいいな。これシードくらいに結構分からん。強いだろ。いや結構分からん。俺はチャレンジャーとして行くの大丈夫。という感じで早速やっていきますよ。はい、いきますよ。それにめレッツゴー。はい、ということで1回戦目、ヨシキ VS ヒユです。おぉ、盛り上がってこ。今ちょっと対戦相手の顔見て笑いそうな。ありがとうございます。2試合目はちょっと盛り上げてもらいたい。そうですね。こっからもう笑っていきませんか、2人も。試合の空気。はい、攻めはどちらですか最初。はい、先行いきます。はい、ということでよしくん先行からじゃあいきたいと思います、はい、じゃあヒルくんセッティングお願いします。いきます。お題はこちらです。よしきくんお願いします。ファサ上流。お母さんの名前アサ上流。そのせいうわヒルアゴー。じゃあこれでヒルが笑わしたらサドです。あ、そうだね。ヒルくんのお題こちらです。ヒルくんお願いします。クールポコです。君は誰に似ている。クールポコ。耐えろよ、耐えろよ。即興性っていうかさ、速さもめっちゃ大事だよ。今はおもろいですね。今のおもろい。今からサドンですよ。それはちょっと負け、もう負け一発で先攻方から有利ですから。はい、じゃあよしき君準備お願いします。はい、いきます。お題はこちらです。よしき君回答お願いします。ガレッジセールゴリです。お尻に入れたいもの。ガレッジセールゴリさんです。いけたよ。これお題が強すぎる。お題が強い。お題で笑えそうだもん。間違いない。お題見た瞬間マジおもろと思って。何が来たの最強の。ということで勝者よし。はい、続いて第2回戦、リュウシン VS ライオくんです。一発で KO したいと思います。下馬評を覆します。いきましょう。先攻リュウシンくんから。はい、お題お願いします。はい、お題はこちらです。いきます。今死ぬよ。口癖は今死ぬよ。セーフです。危ねえ。いや今のはマッチしてました。ドンピシャだった。いやライクよく耐えたと思う。俺は攻めいったんだけどな。怖。続いて高校ライオくんです。いきます。お題はこちらです。いきます。マサトさんです。これだけは常に持っているものはマサトさんです。アウトー。アリナちゃーん。アリナなんでこの熱で耐えられるやつに決まってる。誰が耐えれんだよそれ。1
一応説明するとヨシ君のお父さんの名前なので使うんね。でもこれヨシ君が OK かどうかね。 OK です。じゃあいいよ、ヨシ君のお父さんはマサトシさんです。はい、ということでライオ君の勝者です。まあここでズル使ったのでちょっと他のやつが警戒すると思う。こういうのもありってことを叩き込む。そうです、そうです。多すぎちゃう視聴者の皆さん分かんないから。だからもうこれは一回戦で、ああ強い、ここ取った時に、ね、そうです、そうです。なんで一回戦で使ってんの。絶対勝ちだと思う。ここはね絶対、うん、そっちが欲しかった。じゃあ次3回戦目いきましょう。はい、ということで第3回戦目なお VS 翔太くんです。ああ一発でいきます。おお、いいですね。守り抜けます。あーもっと王者だよ。守り抜けます。冷凍持ってんの。という感じでじゃあ早速準備お願いします。ヨシ君お題お願いします。はい、お題はこちらです。いきます。ユイピーさんです。過去に戻るならユイピーさんです。それがお前らのやり方すぐ出てきて。あーなるほどね。はい、ということでじゃあまだ翔太これで笑わせられる同点だからね。いきましょう、お題お願いします。お題はこちらです。いきます。カマキリ。みんなに秘密な宝物はカマキリ。おわーこれはおもろい。熱いこの試合、ワンチャンカマキリ本当に宝物してしまうよ。ここな想像できたもんね。ということで今サドンですよね。はい、だから俺も決めたら、そう今からもうお互い笑ったやつこれが有利なんでね。そうです、先行だから。いきます。はい、お題はこちらです。いきます。カビゴンです。あ、嫌いな人はカビゴンです。言い方、言い方うざ。なお勝利。あの諦めかけた言い方がね、余計面白かった。いや、おもろかった。シーズンにふさわしかった。素晴らしい対決。いや、僕はもう決勝進出ってことで。そうですね、なおくん決勝進出ということで。はい、準決勝、ヨシ君対ライオ。さあ、行きましょう。勝ったわけし、決勝。そう、なおと対決ですから。じゃあ、準備をどうぞ。はい、ヨシ君お願いします。お題はこちらです。いきます。純一ダビッドソンです。あ、元カノの名前は純一ダビッドソンです。あ、あセーフ。おもろいよ。ダイヤの首の、ああ、なんなんだ。ちょっとあの言おうとしてたことと違う単語で言っちゃった。ああ、あっていうね、2回目もあれ。なるほどね、はい、そう、同じ単語言わないよ。なるほど。はい、オッケー、行きましょう。お題はこちらです。いきます。コロコロチキチキペッパーズのナダルさんです。生まれ変わったら何になりたい。コロコロチキチキペッパーズのナダルさんです。せーの。お互いいいところに今打ち合ってるからね。お互い聞いてるよ。そうですね、いいボディ入ってる。これがどっちが先にやられたですね。じゃあヨシ君準備お願いします。はい、マジか。お題はこちらです。いきます。ハリウッドザコシショウさんです。とっても臭いもの。ハリウッドザコシショウ。謝らせてこい、謝らせてこい、言わせてこい。こんなお前だぞ。はい、よしくん、アウトですよ。イエーイ、死にやすかったっていうのは失礼だけど、ちょっと安定な部分もあるよね。女性的な人だから。想像だね、想像の話だけどね。で、ライは先行なんで、ヨシ君がここで笑わせなかった場合、ライは決勝進出と。オッケーです、行きましょう。お題はこちらです。行きます。食い逃げしたコロッケさんです。好きな女優は。違いすぎる。すげーこい。お前のお題見たしが、くっそー。もう一回ヨシ君やろう。あーあー、オッケー、好きな、好きな、好きな、よかったよかった。お題はこちらです。いきます。金太郎さんです。
欲しいものは金太郎さんです。セーフ。じゃあ勝者ライオンです。決勝か、はい、これ気持ちよかったです、うん、今のねクソ、泣きがちょっとあったそう、いいね、殴り合いましたね、そう、全然良かったよ、ナイスいや、いいしよ、いいよ、はい、ということで、決勝戦いきましょう。じゃあ、ナオくん、準備お願いします。いきます。お題は、こちらになります。アンガールズ山根さんです。無人島に持っていくものは、ハンガーじゃなくて山根さんです。せーはいはいはい、まあね、ジャブジャブ、アンガールズって言った瞬間にもう山根さんっていうのが頭に浮かんだ。あー、そういうのが体勢で構えた。なるほどね、これは強いわ。なるわ、オッケー、いきましょう。ではライオくん、準備お願いします。はい、お題はこちらです。いきます。スポンジボブさんです。チューしたいほど好きなものは、スポンジボブさんです。まあ決勝だから、そうね、まあお互いね、ボブも強いですからね。いきます。お題はこちらになります。いきます。えなりかずきさんです。隣の家にはえなりかずきさんです。やばいやつだギリいそうだもんね。いても違和感ない。有名人くらいでギリいそうなラインだもん。これ守り切った感じだね。よし、お題はこちらです。いきます。般若川島さんです。あ、隠していた本当の名前は般若川島さんです。勝者ライオン。はい、というお疲れ様でした。はい、ということで、まあ、今回僕優勝したわけなんですけど、今回ゴーキがいないんよ。マジあいついたらマジやばかった。笑わせることは簡単だ。いやでもあいつ防御力もないから、あいつめちゃくちゃもうカウンターとかも決めてこの殴り合いだよね。ちょっとゴーキを今度入れてやってみたいね。うん、これだったらもうみんなできるでしょ。そう、できる、おもろいし、ね、これ好評だったらぜひもう一回やりましょう。第2弾で全然不評でしたらもう二度とやりましょう。この会話二度と出さないでプライベートでやってる。そうです。そのためにもぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしま す, いします。という感じでこれからも面白い動画出し続けていきましょう。それでは次の動画でバイバーイ。はい、お疲れ様です。じゃあなんか、昨日食べた夜ご飯、お題聞いちゃっていい？いいよ。昨日食べた夜ご飯。もう無理よ、このまま。最後まで動画を見てくれてありがとう。この企画僕は参加できなかったのですが、見ててめっちゃ面白そうな企画だったので、次は必ず出て優勝したいと思います。それでは次回の動画でバイバーイ。